はようございます。スタジオクッパ中田です。おはようございます。眉毛ポーン！眉毛ポーン！眉毛ポーン！これ何でしたっけ？吉田浩って覚えてません？ダウンタウン一派の。そうですね。あの昔僕中学ぐらいやったかな、あのダウンタウンの元ってあったじゃないですか、あの深夜番組。いやめちゃくちゃ面白くてローカル番組で、そこに吉田浩さんがいたっていう。それだけです。はい、というわけでまた続きなんですけど、なんか全体像は見えてきてるんで、ここから細かい調整なりなんなりをしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあやっていきます。前回の流れから まずとりあえずコーラスを広げたいなぁなんて思います。コーラスを広げるやり方は、ダブリングしてない分に関してはこういうディレイのハース効果ですね、こいつをかけて広げてみます。 You make me cry facing me You make me cry away the case。 こんな感じですね。これを広げてサビの方、広がりを広がりしか言ってへんや、サビの広がりをこうコーラスでも演出すると、まあ、これを例えば同じトラックを2回取ってそれを広げたりすることもありますし、ディレイで使う時もありますし、ずらして使う時もあるんですけど、これはまたね、サンシャインダムの時にも言ってましたけど、いろんな手法があるんですがお任せします。コーラスでかいかな、そうなると。こんな感じかな。まあ、ここでちょっと見ていただきたいのが、マスターフェーダーを作ったんで見てくださいね。このマスターフェーダー、あんま意識してなかったんですけど、我ながら優秀なのがここで赤がつかない、すげえなって自画自賛しながらいきますが、一旦マスターに何かかけようかななんて思ってるんですが、いわゆるの便利プラグインはまず使えないので、アビットさんですよね。アビットさんのマスターって、あんまり使いたくないけど、このマクシームあんまり乗り気じゃないな、どうしよう。ミキシングリミッター、いいじゃないですか。いやもうめちゃくちゃやん。歪んでるし。飽きまへんわ。飽きまへんけど、止めるにはやっぱこいつしかないもんな。どうしよう、どうしよう。ちょっとリリースとか早めで。このドライウェットがついてるのはまだありがたいとこやね。この際、今ついてなかったけど赤をつかないように保険で入れときましょう。さて、こっからがどうしていこうかな。細かい調整をしますか。逆にこれ入れたら赤つくってどういうことな。もう 100% にしときます。一旦ドラムに空間をインしましょう。まあやっぱリバイブしかないですよね。リバイブで、ちょっとやっぱルーム感が欲しいんで、ミディアムブライトルーム1、これを一旦スネアとかにかけてみようかな。サンシャインダブの時と同じで、トム・ロード・アルジがよくやっているスネアの裏のトラックにリバーブをかけます。いいですね。これを演出していこうかな、もうちょっと。
な。ちょっとこれでフェーダーとかを依頼始めましょう。いいよ。フェーダーに行きます。むずいな。ちょっとボーカルがまだでかい気がするんで一回下ろすか。だけアウトとインプットを下げて、あたりももうちょっと強めに、レニクラスタイルまではいかないが。いい感じですね。でもう先にやってしまってるんですが、ここにボーカルの細かいフェーダーをこう書くわけですね。これはもうコンプの当たり方と、歌詞とかここを聴かせたいなっていうのをこう細かく、まあ、いつもに比べたらそこまでやってはいないかな。4割ぐらい結構やってる時もあるし、あんまりやらない時もあるし、これもケースバイケースでございます。はい、もうちょっと聞こうか。ちょっとドラムのリバーブがちょっと深いというか古い気がする。まあでもいいや。一旦ドラムのスネアのリバーブのローをちょっと邪魔かなと思ったんで、なんとなく切ります。いいですね。この感じに合わせてちょっとギターの部屋なり感みたいなのを演出したいかななんて思ってますよ。これはもうその名の通りタイトファストアンビエンスをとりあえずバッキングギターにかけてみようかななんて。結構かかるな。むずいな。ちょっともうちょっと、こんな感じでいっぺん混ぜてみますと、ドン。感じになってきましたね。これでもうちょっとコーラス、後半のコーラスを引き立たせたいなと思ってるんで、ここですね。これをちょっとリバービーにしちゃいます。でちょっと広げる方向の、このリバーブいいでしょ。これ D バーブなんですよ。 D バーブでホールのラージでディケイ多めで、フィルターで結構切っちゃってます。これ誰かに教えてもらったよな、忘れたけど、なんかこれでロングリバーブでフッてかけるのが好きで、だいたいこれともう1パターン2パターン、あ、もう3パターンか、ロングリバーブでこういう風にかけるときはあるんですけど、3パターン結構愛用してます。っていう感じでちょっと派手めにしてみてなんてね。はい、でやっぱ何か物足りないですよね。ここまで来てちょっとマスターセクションいらおうかな。こいつしかないか。こいつはプリセットもないしな。えぐい、えぐいけど聞いてみてください。すごいな。
一回オート入れます、アタック最要素にします、でリミッターも入れます、でスレッショルドも浅めにしてレシオも 1.5 まで下げます。 You make me cry, ここまで来たらまあほぼ自然なかかり方ですね。これに対してもうちょっと深めに You make me cry, もうちょっといけ You make me cry, これしかないからね。 You make me cry, face me. You make me cry, away the days. No one to have to be together anymore. Oh, yes. うん、いい感じですね。ちょっとここのコーラスが派手すぎるんで若干落としときましょうか。よし、もう一回聴いてみましょう。 You make me cry, face me. You make me cry, away the days. No one to have to be together anymore. Oh yes, the guys. まあこんなところかな。あともうちょっといろいろやりたいところはあるっすけど、ここからさらにブラッシュアップしていこうとは思ってます。ありがとうございます。歯ぐきにょーん。これも同じ方ですか。はい、吉田ヒロさんなんですけど多分ちょっと間違ってる気はするっすけどね。なるほど、はい、もううろ覚えなんで。はい、というわけでだいぶまとまってきましたかね。そうですね、うん、やっぱリバーブとかそういう、はい、ディレイとか、はい、分かりやすいですよね。まあまあそうですね、分かりやすくこう艶が出たりとかねしますよね。こっからさらにブラッシュアップしたいんですけど、アイテムがないっていうね。そこはやっぱね、工房は筆選ばないらしいんでできれば選びたいですね。あれもなんか諸説あるらしいですよね。あ、そうなんですか。いい機材も完全に使いこなすこともできるし、はい、悪い機材でもそれなりのことはできるとかっていう意味、悪い筆で素晴らしい書を書くっていう意味じゃないらしいですね。あー、なるほど。空海さんそんなことをおっしゃってあったんですね。じゃあ空海さんが言ったんじゃないの。知らないです。工房って空海のことでしょ。存じ上げません。なんやね。というわけでとりあえずここからもうちょっとブラッシュアップしていきたいんですけど、もうもしかしたら頭打ちかもしれないですね。でも頑張っていきます。ありがとうございます。